スピアコです、本日はですね、世界の中心武蔵小山、エンジェル本店さんですね、久しぶりにやってまいりました、今回は、なぜか、なんだっけ CR ゲゲゲの鬼太郎妖怪頂上決戦ピコンピコンピコン丸って言ってるんですよ。なんでマガジンやん。皆さんこんにちは、必勝本のびやこです。なんでマガジンなんですか。ラブ城の流れを切らずに、今回もマクロさんもいい、はい、頑張りたいと思います。いきます。今回は CR ゲゲゲの鬼太郎妖怪頂上決戦を実践。大当たり確率は 387.79 分の1、核変突入率は 78% です。大当たりの種類が非常に多く、合計7種類あり、16ラウンドでは約2100個の出玉を獲得でき、非常にチャンスとなっております。ゲームフローです。通常時図柄揃い大当たりに当選すると、各編継続濃厚の大決戦ボーナスを含む3種類のボーナスに移行。バトルに勝利すると各編、敗北すると時短60回もしくは潜伏各編の蘇りモードに移行します。実戦機の初当たりの多くを占めるのが鬼太郎シートとモード移行演出。モードアップチャレンジはセカンドチャレンジまで行くと大当たりが確定、ご覧のいずれかのモードに移行します。さて今回の大当たり条件はこちら。出玉あり大当たり1回につき1名様。それでは実戦スタート。さあ早速鬼太郎打っていきたいと思います。大当たり確率が387、ほぼほぼマックスですね。へその振り分けがめちゃくちゃ種類が7種類8種類ぐらいあるのかな。出玉ありのうちの半分以上、半分ぐらいなんかな、潜伏するので、リアルに死ねます。で、ね、この台この現今ある台で最も辛いとされている機種でして、なんでそんな台を打つかっていうと、いろいろあるんです。なんで、まあ、初打ちで4万発出したらそれは好きやろって話なんですけど、いい方に絡んだらいいな今日もな。お願いしますよ美和子さん。なんでもいい方に絡んだら勝ち、勝てますけどね。さあそんなわけでこの鬼太郎の待ちどころなんですけども、なんだろうな、ビジレンさんで、この体内電気っていうかガシャー薬物完成して、最終決戦、これが王道なんですけども、まあ、デダマリーの王道なんですが、鬼太郎シュート、ここからの鬼太郎シュートで、あ、緑に変わった、これ先読みです。でもこのリーチもチャンスです。ちょっとこのリーチじゃないよ、止まれ、よし、これで疑似連です。あれ緑保留、これで今の緑保留先読んでるんですけど、これがこれだったらよかったのに、間違えてるよ。またでリーチになって強い陽気ですって言ったらチャンスです。あー陽気か、もっかもっかもっか、止まれ止まれ、あー2で2です。で一旦モメが誰も乗せないとジャックスーパーです。あー普通のスーパーリーチですね。ここからの当たりはないので、ほぼほぼこういう弱ピッチの時はもう堀を貯めた方がいいですね。でも赤文字でチャンスアップです。
ここから野球合体すればスーパーリッチ8点です。あ、いった。でここから役物が出れば最終決戦なんですが、あ、これは期待できるか。最後のカットインが青赤デンジャー3種類ですね。弱です。これは残念ですけども、次の保留緑なんでチャンスです。まだこれですね。これ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 、ギズレギズレギズレでお願いします。テンパルナ、よーチャンス、続けてチャンス。まだ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 やで。さあさあ最高最高、滑れ、止まれ、引き出し、あー鬼太郎シュートでよかったのに。誰も乗せない、チャンス、誰も乗せないと猫娘かおみくじ、一番弱いリーチなんですけども、ここから、小当たりは旋風角辺に行くことがあるので、何も起こらず、まあいいよ、 出足は。であとゲーゲーゲーって止まったら、先読みです。あとこの左下にシーサーがいるんですけど、画面の枠内にシーサーがたまに出てくるんですけども、これも隠れた先読みで連続して出ることがカランコ、まあカランコロンとか、この先読みですね、これと一緒に複合することが多いので。で今青ですけども、目玉のオイチがキックして色が変えることもあります。キックキックキックした、あー、赤や、うえー、小さい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 、残ってる、オッケー、滑れ滑れ滑れ、いけ、乗せんな、あれ赤でこれいった、大吉で、中吉、いや行くよ、これ絶対行くよ。でこれが潜伏とかのここです。2つけ、あ、そうか、塗り紙モードアップチャレンジやから、あ、16ついてる、セカンドから始まった、当たった、ほら、相手もだってセカンドから始まるんで、セカンドから始まると何かしら当たりなんですよ。美和子さん、テンパりすぎ。実戦に戻る前にちょっと解説。こちらの2つのリーチが外れた後、モード移行のチャンスになることがあります。その際セカンドチャレンジから開始となり、その時点で実質6ラウンド以上の出玉が確定するんです。でここで終わると大ピンチなんですよね。当たりなんですけど、38回転2000円、塗り壁頑張れ、成功すれば16ラウンド分の出玉ゲット、止められたらいいんです。ちょっと今なんか動揺しててあれなんですけど、通常の方が強いので振り分けが、頑張れ、超やったー、16ラウンドいただきました、やったー、1名様です。1名様っていうかもう1名様なんですけど、で6ラウンドが終わってから、右打ちになります。この説明で分かりました。ちょっと今テンパってたんであれだったんですけど、で右打ちで、ここは開きます。よかったね、
やったー、好調。いや、あれのセカンドです。ファーストだと、ファースト失敗だと2ラウンドか小当たりなんですけど、セカンド以上で何かしらの当たりが確定するんです。わかりました。こんなんで大丈夫ですか。セカンドから始まるから暑かったんですよね、今ね。まあ、とりあえず、16ラウンド初っ端ドア玉引けたのは大きいので、このまま頑張りたいと思います。さあ、そんなわけで、このバトルモード、ガシャドクロか、妖怪決戦か、大決戦、そう、大決戦も3種類あるんですけど、大決戦に行った時点で、6ラウンド通常否定されるので、おそらくまずその大決戦に行くことがいいです。で、保留変化も、通常へそ変化しましたね。でも青でも通常確認しているので、青で今トリガー赤でした。で、ここの飛行機を全部倒せば大決戦です。倒せ、いけ、あーかん。で、このガシャドクロを回避できれば、まあなんとかなるかなっていう感じはします。ガシャドクロに遭遇したらもうほぼアウトですね。敵が出てくるんですが、今保留変化およびフラッシュはノーマルパターンで、青かで、カラスが赤だったのでなんとかなるかなっていう気はするんですけど、確定ではないです。バトルに勝利すれば継続で、これはラウンド1で、お父さんが教えてくれるのもチャンスアップです。頑張れ。選択されることってあんまりないんですけど、よかった。エリンボ絶好調、琵琶湖さん勝利で継続確定。どんどん行きましょう。2名様ですよ。今日なんか AKB っぽいみたいなこと言われたんですけど、30過ぎてんのにこんなことあるか。いいよ。あ、変われ、色変われ、変わんないな。青でテンパ、青だけだと危ないよ。青で、あ、やば、あ、危ない。止まれ、赤。倒せ、くしゃん、あか。容器はない、うわ、危ないな。一応回避はしたんですけど、青保留だけなのでチャンスアップが、危険は危険ですね。サードだ。相手は強敵、勝てるか。3名様です。だよな。で、このカットインが青、赤、さっきのレインボー、レイン、赤ぐらいでお願いしたいところやな。あー、おやー、まずい。リアルにまずいよ、これは。まずい。で、6ラウンドのラウンド1が終了してガッシャンっていくこともあります。で、時短60回、よみがえりモードなんですけども、で、6ラウンドの振り分けが 4% と 22%、 6ラウンド通常、時短、うん、蘇りモード突入時は 22% と 4% で、22% が通常、潜ってる確変が 4% なので、まあ、振り分けを考えると
まあ、全然通常かなっていう。で、時短60回転が終了して潜っていた場合、そのまま電柱サポートはつくので、左内に戻してくださいと言われた時点で、やめてもらって結構です。さて残りわずか。ああ終わった。レンチャン終了。持ち玉2箱。あ、緑だ。あ、そう、このオーラの色も結構違います。赤だったらチャンスだとか、赤だったら結構チャンスでした。ほうきで荷物が青、もう一回、誰も乗せんでいいよ。まっすぐまっすぐ。ああ気づいた。これは少し弱いか。私的には保留先読みが変化してシーサーが連続してるかっていうのも結構、うん、大事かなって思います。まもなく100回転で、これノーマルリーチ発生した時の音をちょっと音取ってほしいんですけど、ノーマルリーチ発生した時に言います。ピンクレディのね、サウスポイント、ペペペペペペ、あ、ペッパーケーブや、ででででででで、ペッパーケーブみたいな。本当かどうか皆様耳を澄ませてお待ちください。出たまで13回かな。ね、わかった。でもペッパーゲームに聞こえるんです。ででででで、ペッパーゲーム検証。うん、微妙。チャンス。キロ。緑か。ああ、キャロまで行った。強い狂気です。ああ。ふ、あ、シュートか。で、旋風。新風なんとかだとチャンスです。あ、これですね、旋風下駄だ。チャンスです。バツは止まったらあかんで。継続。あー、こなきか。で、このファーストチャレンジを成功したら何らかの大当たりになります。ファーストチャレンジクリアでバトル全長モード。あれ
わかんない。バトル全長モードっていうのは2ラウンドのこともあるしな。そうやんな。バッ。あ、いた。あれ。セカンド行くと外れはないはずなんですけど、やった。ランプが点灯で、これで外れると6ラウンド何とかなので、ああチャレンジ成功なら16ラウンドの出玉ゲット。これで外れると6ラウンド何とかなので、できればここを頑張ってもらいたい。小滝さん、あと4名様です。こんな簡単に当たるかな。まあいいや。はい、頑張れ。やばい。なのでこれで6ラウンドなんとかです。これなんです、鬼太郎の怖さは。なんとか頑張ります。確変だと、確変だと信じて、確変でなくても当たるから。潜伏していればバトル全長モード後墓場モードを抜けないんですが、果たして。さあどこや。さあどうだ。あ、墓場いた。これチャンスなんじゃないの本当は。ジアコさん潜伏しているならそろそろ当たっていいはずですが。いやでも私その電柱で良かったんですけど、300まで行ったこともあるので、これ1回転限定の、バトルモードです。乗れ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 。あ、行ってた。はぁ、美和子さん気を取り直して。大丈夫、初当たり引ける日は引ける。ところが次はなかなか来ない。うるるるるる。あだ、派手だ。あー、ずした。一箱消化。箱ください。残りは手元に一箱。頑張れ美和子。カランコロン先読みしてるよ。次や。行け。あー、もうあれちょっと強国なんですよ。ただ今あの軍集合の強国だったんですけど、これ小当たりあるんですよね。大吉。はい、あれ大吉いった。墓場モード嫌。あ、墓場モードやった。とてや、とてや。2ラウンドランプはつかず。美和子さん絶望の表情、嫌な予感がしてきました。そうか、あレンジャー飛んでいったけど、滑れ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 、止まれなかったよ。今レンジャー飛んでいったよね。もう一回転じゃん。張り付いて、張り入って、張り付いた。転じゃん。大チャンス。
か。これは熱いですよ。熱っ、強気、あ、止まれ、よしよし、完成します。ここの役物が出るか、出ない、あ、出た、つい、これは激アツ、大チャンスです、これこそ大チャンスです。しまった、今のハガキ喋っとくべきやったな。で、まあ、その3分割でここ乗り壁止まることが大事。乗り壁、よーし、熱い、これはもう王道中の王道です。まあ、保留変化はしてませんけど、先読み系は来てないですけども、今保養なんですか。もレンジャーで赤がいいよ、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 絶対熱い、こっから、こっから、ぐしゃーって、ぐしゃーってなる、絶対ぐしゃーってなる、ぐしゃー、ぐしゃー、ぐしゃー、いやいや、再始動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 、いや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 、マジでこれ痛いわ。持ち玉を消化したところで終了。結果です。朝一、なんと38回転で16ラウンド各編をゲット、3連チャン。その後も比較的に順調。しかし最後は王道中の王道を外し、嫌な感じで終了となりました。そして次回のラブファイターは連鎖ポナシの泥沼にはまる琵琶湖。ドリップグモードですよ。それでは次回もまたお会いいたしましょう。